お世話になってます。タカボンです。こちらの動画を見ていただいたということは、バルミューダのケトル気になるなぁ。デザインかっこいいけど高いなぁ。とお悩み中の方なんではないでしょうか。僕も購入するかどうかかなり悩んだんですけど、今回購入に踏み切ったので、開封の様子、なんで購入することにしたのか、良かったところ、気になるところっていうところをご紹介したいなと思います。それでは、行ってみましょう。はい、それでは開封していきましょう。こちらがその箱ですね。なんか、スタバのロゴっぽいのが書いてますね。それでは開けていきたいと思います。はい、まず蓋を開けるとハローキッチンと、こんにちは台所っていうことですね。はい、でもう一個開けるとこっちに収納の仕方が書いてあって、こっちが問い合わせ窓口ですかね。このカードはなんだ。あ、こちらのカードはユーザー登録を促すカードみたいですね。はい、で説明書が入ってますね。では開けていきましょう。はい、そして本体ですね。かっこいいですね。はい、そして充電台ですね。内容物は以上です。はい、というわけで、まあ、中に入ってたのはこちらの説明書とこちらの台と、そして、まあ、なんといってもこの本体という感じになりますね。はい、というわけでですね、こちらの説明書をしっかり読んだ上で使ってみたいなと思います。はい、それではですね、使ってみた感想の前に、なんで購入することにしたのかっていう話を軽くしたいなと思います。今まで使ってたケトルがこちらになるんですけど、もう僕の父親が会社のボーリング大会かなんかでもらってきたやつで、まあ、学生の頃から使ってて、もう10年くらい経ったんですよね。さすがに古くなってきたなと思って、まあ、買い替えを思い立ちまして、まあ、暮らし系の YouTuber さんの動画でよく出てくるおしゃれなバルミューダのザ・ポットに目をつけたっていう感じですね。あとやっぱり、まあ、最近家で過ごす時間も増えたからっていうのと、僕もだいぶ大人になったのか、まあ、家でドリップコーヒーを飲む機会が増えたんですよね。ドリップコーヒーってお湯をちょろちょろ注がないといけないじゃないですか。親父のボーリング大会のこいつだと、ドリップコーヒーのためにちょろちょろお湯を出した後のここの注ぎ口の切れが悪くて、本体を水がこう伝っていって床とかテーブルにポタポタ水が落ちちゃって、若干のストレスになってたんですよね。まあ、こういった経緯もありまして、まあ、電気ケトルはほぼ毎日使うことになるので、気に入ったデザインで自分の満足がいくようなものを買おうと思って思い切ってこいつを購入したっていう感じです。まあ、調べていく中でこれ以外にも迷った商品っていうのがあって、まあ、それがこちらのちょい鍋っていう商品なんですけど、このちょい鍋っていう商品だと、もちろんお湯は沸かせますし、カレールーとかのレトルト食品も温めたり、インスタントラーメンも作れたりしますよっていうところで、多機能でいいなと、一人暮らしの男の強い味方だなって思ったんですけど、まあ、このちょい鍋の購入はこの3つの点がちょっと気になってやめたんですけど、まあ、あくまで鍋なのでお湯が沸騰しても加熱をし続けますと、自動で加熱がオフにはなりませんっていうところ、そして注ぎ口が広くて、まあ、ドリップコーヒーには向いていないかなっていうところ、あと最後にやっぱりちょっとデザインがスタイリッシュじゃないなというところがあって、まあ、結構迷ったんですけど、まあ、最終的には電気ケトルはお湯を沸かすものだと割り切ってこのバルミューダを選びました。はい、それではですね、実際にバルミューダザポット2日ほど使ってみました。まあ、そこで感じた良かったところと、まあ、ちょっと気になるところっていうのを、まあ、お伝えさせてもらって、ご購入を検討中の方の参考になればいいかなと思います。まず良かったところ4つですね。1つ目、まず何と言ってもデザイン性ですね。電気ケトルっていうと、どうしても生活感のあるようなデザインのものが多くて、おしゃれって感じのものは少ないかなと思うんですけど、バルミューダのこのケトルはすごくシンプルなデザインで、マット感のあるこのホワイトの色っていうのがすごいいいんじゃないかなと思いました。我が家の家の家電はなるべくホワイト系で統一をしているので、他の家電との統一感も出てすごくいい感じになりました。机の横のシェルフに置いてるんですけれども、隣のアラジンのトースターとも似た色合いで、
部屋の統一感であったりおしゃれ度合いみたいなところを引き上げてくれている気がしますね。はい、続いて2つ目が電源コードの取り回しについてですね。電源コードはこの台の裏側に巻きつける形で収納ができていて、必要な長さだけをこう取り出して長さを調整することができるので配線周りがすごくスッキリしますね。あと前に使っていたこちらのケトルで取っ手を手前側に来るように設置をすると電源コードも手前側に来ちゃうので配線がぐるっと回っちゃってすごく配線がやりにくかったんですよね。バルミューダのケトルはどの方向からでも台に置くことができるので電源コードの取り回しがすごくやりやすくなりました。はい、続いて良かったところの3つ目なんですけど、注ぎ口のキレがいいっていうところですね。購入理由のところでも触れたんですけど、前のケトルはお湯を注いだ後のキレが悪くて本体を伝って水がポタポタ落ちちゃってたんですよね。そこがまあ地味なんですけど毎回ストレスになってたんですが、さすがバルミューダ、水のキレも抜群に良くて日々のストレスを一つ解消することができました。本当にまあ2日間ぐらい使ってますけど全くここから垂れちゃうみたいなことなかったですね。はい、良かったところ最後4つ目なんですけど、まあ、ここは当たり前のことにはなるんですけど素早くお湯が沸くよっていうところですね。まあ、入れる水の量とかその日の水温によって前後すると思うんですけど、スイッチをオンしてから 3,4 分ぐらいでお湯が沸きます。ちなみにまあここのスイッチをオンすると加熱している間はこの取っ手の先についているこの電球が点灯して沸騰すると自動でスイッチがオフになって電球も消えるっていう感じですね。はい、ここまでは買って良かった点を紹介したんですけど、ここからは購入を検討されている方にここは気をつけてねっていう点を2点ご紹介したいなと思います。まず1つ目は最大容量が 600ml ですよっていうところです。まあ、説明の中でコーヒーなら3杯、カップラーメンなら2杯とか説明でよく言われてまして、まあ、一人暮らしの方であれば全然問題ない容量なんじゃないかなと思います。ただ僕は前に使用していたのが最大 800ml のものだったのでちょっと少ないなぁと感じることもありますかね。自炊で豚汁とか作ったりするときあるんですけど、お湯を沸かすとなると、まあ、ガスコンロよりケトルで沸かした方が早いんで時短のためにケトルを料理で活用してたりしてたんですけど、まあ、そういうときには 600ml だとちょっと少ないかなぁと感じることがありますね。購入の前に自分がケトルを使うシーンっていうのは想定してから 600ml で足りそうかっていうのは一度考えてから購入されることをお勧めしたいなと思います。まあ、気になるところの最後2つ目なんですけど、やっぱりなんといっても価格ですよね。だいたい税込みで 12,000円くらいするのでケトルとしては超高いですね。ニトリとかだと 2,000円くらいのもありますし、まあ、ケトルといえばっていうところのティファールのやつも安いと3000円くらいで買えますからめちゃくちゃ高いですよね。お湯を沸かすだけの道具に12000円を払うっていうのはかなり精神を消耗しますね。僕はとにかくデザイン性にこだわった結果購入することを決めたんですけど、まあ、少しでもダメージを軽減するために楽天市場でなるべくポイントが多くつく日を狙って購入をしてまして、1500ポイントくらいを獲得したので実質の手出しを1万500円くらいに抑えて購入したっていう感じです。購入される場合は楽天市場で少しでもポイントバックをもらってダメージを軽減しつつ購入してもらうっていうのがおすすめです。楽天市場の商品購入のページのリンクも概要欄の方に貼っておきたいと思いますので購入を検討されている方はよかったら見てみてください。はい、というわけでこちらの動画ではバルミューダの電気ケトルザ・ポットについてご紹介をさせていただきました。まあ、いろいろお話はしたんですけれどもざっくりまとめるとデメリットはとにかくお値段が高いよっていうくらいでデザイン性と使い勝手は本当に最高なので買ってよかったなと思ってます。予算に余裕があってとにかくおしゃれなケトルを欲しい方、コーヒードリップを楽しみたい方、ぜひ購入を検討されてみてください。というわけで今回の動画は以上になります。こちらのチャンネルでは一人暮らし歴7年目、生活の質にこだわる独身サラリーマンの僕が買ってよかったものだったりおすすめのガジェット、節約術などについてご紹介をしていこうと思います。
この動画が少しでも参考になった方はグッドボタン、チャンネル登録していただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。